ゆいぴーです。おかりのです。ご飯のともいかがでしょうか。おかずクラブです。今回は、丸亀ボートレース場の楽屋で、うどん食べてみた。うちとあっちか。こちらのレース場で、あ、いやいや、いいですよ。いやいや、いいです。レース場で売ってる、はいはい、うどんを用意していただきまして。見えるかしら。一応見えてる。これ以上は汁がこぼれちまうとタコ天ですね、買ってきてもらいました。あらー、いえいえ、ごめん、のり、うん、じゃあいただきます、うん、いただきます。これなんで高さが違うか、私が座敷で指が椅子に座ってるからです。すいません、もう限界です。タコ天です、持ちます。あ、これでも器も熱くなくていいわ。いただきます。いただきます。ワンパクガールなので
このタコ天をうどんに入れます。あ、絶対美味しいよ。いける？入りました。見てください、うん、やっちゃいました。お出汁が衣に染みて美味しゅうございます、うん、結構高さ違うけどうまいことしてよかったね。うん、うん、15分後に出番なんで、あ、そう、移動、移動だから、うん、ちょっと慌ててます。見てください、このタコ天、中のタコもうないです。これもだけど、うん、うん、うん、しょっぱいのをこれもいいね。しょっぱいのをうどんでこう、うん、ゴールデンウィーク、うん、終わる前日、うん、明日までゴールデンウィークとされているんですけど、うん、めちゃくちゃ空港空いてたよね。空いてた。ここ高松なんですよ。羽田から今日ね、高松で、うん、そこから車で40分移動してきて、うん、丸亀です、はい、ここが高松、うん、めっちゃ空いてたよね。ついてた。だから並ぶかなと思ったけど全然何も並ばなかったもん、うん、検査中も。助かった、初日になってゆっくり。母ちゃん、うん、昼まで飲んだ、美味しかった、ごちそうさまです。弁当も飲むし、ん？弁当も飲む。どうなんだろう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。あ、美味しかった。うん、お、お、うどんがついてるけど。え？あれ？服の UV を倒させようとしてる。見えるかな？ここが、これが実は見えますか？うどん乗ってました。別にあんまないよね、うどん残すって。眉毛剃ってた。ハプニングもありつつね。ごちそうさましますか。はい、ごちそうさまでした。うちら9分とかってことはさ、うん、9分で食べ終わってんだ。え、そうだよ。怖ない？もっと早く食べてた。回ってなかったな。うん、ゆっくり食べようぜ。それではさよなら。頑張ってきます。バイバイ。